はい。えー、こんにちは。9月の10日、月曜日の日替わり竹部でございます。えー、前回でございますけどもね、前回の日替わり竹部では、米国雇用統計直前ということで、傾向と対策でのドル円相場の行方をご案内させていただいたんですが、やはり、やはりというかちょっとドル円相場、上値を重くして78円台の前半にですね、また回帰するような動きになってしまいました。で、実はですね、今後の行方ということでですね、本日でございますけども、 9月のドル円戦略と焦点と題しまして、ウェブセミナーの方をご案内させていただいております。ぜひそちらの方をご覧になっていただければと思うんですが、今回ですね、ちょっと一番私はこれ難しいなというふうに、う急になんか腕組んであれなんですけど、一番難しいなと思いましたのはですね、政権、今非常に政界が揺れておりますね。もう毎日毎日そういった関係の報道が、もう毎日毎日のように、もうこの、 量を増しているような状況でございますけれども、果たしてですね、与野党、まあ、どこの方々が政権を取るにしてもですね、ん、これ、非常に難しいのかもしれませんが、国益に反するような円高というのを、感受するのかどうか、ここまではちょっと測れないなというふうにして考えたんですけども、皆さん、いかがお考えでしょうかね。さて、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。 え、内容の方はですね、特にこういった内容でご案内させていただいております。え、真ん中に収録直後の私がグーマークを出していただいて、させていただいておりますけども、え、主な内容としてでございますけれども、左側のところでは、今月、まあ、ちょっとマーケットの旬になり、 売る可能性のあるドルと円のそれぞれ売りと買いの材料、そして右側でございますけれども、個人投資家の皆様方がいかに優秀かというところで、こういったものもヒントにしてくださいというような内容も含めたウェブセミナーの内容となっております。ぜひこちらの方もですね、ご覧になっていただいて、今週非常に混迷きたすような動きになるドル円相場というふうに考えておりますので、少しでもご参考になればというふうにして考えております。ぜひ先日でございますけれども、ご覧になっていただき 以上9月の10日月曜日の「日替わり竹部」でございました。